皆様こんばんは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。球場から京セラから帰ってまいりました。オリックさん負けました。残念ですね。まあでもね、まあいろんなこのことを試しながらという中での敗戦なんでね、まあ、もちろんその負けにいってるわけじゃないし、ただ、必要に勝ちを求めている感じではないのも確かなんだけどもね、いろんなことを試しながらというところでのゲーム、まあ、そこで勝っていければ一番いいんだろうけども、相手も必死ですからね、そう簡単には勝てやしません。連敗になりました。さて、僕の、X に寄せられましたコメントをご紹介するバージョンでございます。負けたんですが、皆さんまだ全然僕は目を通してないのよ。初めて今開けるんだけど、どんなコメントが来てるんだろうか、怖いね。連敗ですからね、ちょっと待ってね、ご紹介してもらいます。一部ランダムにご紹介してもらいますよ。赤と牛さんでございますが、大前さん実況お疲れ様でした。5点中3点がエラー絡みの失点ってのがいただけません。後から振り返ると、今日は初回の攻防が全てだったかもしれませんね、ということですね。まあね、先制許した後のね、先頭の福田君のツーベースで出て、得点はおろかランナーを進めることすらもできませんでしたというね。なるほどね、あそこも一つ、ありますね。はい、で守備位置をシャッフルした終盤の戦い方に素人目には大きな破綻がなかったのと、横山君の無失点デビューとワゲスパックが、去年のいい時のスピードに戻ってきているのが今日の収穫だと個人的には感じました。明日はジョニー先発のテストが合格をお期待します、ということ。ありがとうございます。まあね、いけるところまで頑張ってほしいね。明日は黒木くんです。坂井戸さんですが、大前さんこんばんは。今日は実況お疲れ様でした。現地の写真を貼ってくださいました。ありがとうございます。現地でした。横山投手、ついにたどり着いたプロの初登板の舞台で堂々のピッチングお見事でした、ということ。浅村選手からプロ、初奪三振ということは自信になったと思います、ということですね。まあ、本当第一歩白せましたね。よかったね。高野真嗣さんですが、大前さんお疲れ様でした、ということで、今日は序盤の石膏と接種で流れを手放してしまいました。特にダブルエラーが致命的でしたね、ということですね。今後に不安が残る嫌な負け方でした。セデーニョに久々のホームランが出たのは頓宮選手が不在の中、希望が持てる一本になりました、ということ。確かにもでもすごい当たりだったよ今日、というところですね。それから123、大前さんお疲れ様です。エラー3つはいただけませんでしたね。あと1本というところで、惜しい試合でした。もう一度試合中の集中力を高めてピリッとした試合を期待します、ということ。まあ、緩んでるわけじゃないんだろうけどもね、やっぱり難しいよね本当にね。ハーナさんはレオのホームランはお見事でしたが、その後のベニのファールフライはもう1球様子を見てもよかったのでは。まあでもまっすぐ1本狙っていったんだろうけどね、ということ。相手よりも安打数が多いのに負けるのが一番悔しい。 CS 争い混戦ですね。また明日、ということ。そうですね。タカポンさんです。大前さん現地負け方です。最初のミスが気になりました。失点にもつながりますし、我々客席のあーというため息にもつながります。というかつながってしまいました。最後追い上げ惜しかったともあれ、気持ち切り替えて次です。また次回全力応援させていただきます、ということ。ありがとうございます本当にね。ごめんねみんな来てくれたのにね。それからパパバカボンさんですが、大前さん実況お疲れ様でした、ということ。よく粘り、あと少しでしたね。連敗しましたが、ワゲスどうしたんでしょうか。ずっとこの調子で行ってほしいですね。どうしたんでしょうかって。悪い時に使うのがどうしたんでしょうかなんだろうけど。よかったね。明日現地に行きます。お待ち申し上げております。それからですね、ループガローさんは、タージー残念でした。今日はハードラックでしたね。もう僕もそう思います。ミスは今のうちにやっておいて、 CS 以降はミスの少ないようにしてほしいです。しかし横山君とワゲちゃん良かったですね。この先が楽しみです、ということ。ありがとうございます。続いてのよりは軟骨の唐揚げさんです。いつもありがとう。守備はファインプレーよりも取れるアウトを確実に取る、打つ方は分担しても進塁打など意味のある打席を増やす。今日に関しては消化試合でふぬけてるのと思うシーンが多かったです。
あ、そう見えた、うん、すいませんね、本当にね、おっしゃる通りでございますね。お試しの要素があるにしても、それぞれ最低限のプレーはしないとダメだと思いますということ。まあそうだね。いつも肩のあかんコートさんは、田島がかわいそうになる守備でした。正直楽天にやられたというよりも味方に足を救われたって印象ですということですね。守りに関しては消化試合だろうと関係ないですし、大いに反省してほしいですということで、いや、もう一度そこは監督としてもやっぱり考え直していかないとということを今日監督のコメントでおっしゃってましたんでね、まあ、そこはもうやっぱりチームとして分かってることなんで、そこは対処していくものと思われます。ピッチャーに迷惑をかけてしまったねと監督もはっきりと今日おっしゃってましたからね、ということですね。タカさんですが、お疲れ様です大前さん、今日は負け方でしたが明日につながるような感じかと、明日は折り方ですよね、お疲れ様でしたということ、ありがとうね、本当にね、はい、ありがとうございます。それから、豆広さんは、大前さんお疲れ様です、今の時期は勝敗よりも投打離脱者これ以上なく、ポストシーズンの調整が重要になるなので気にはしませんし、チームに悪い雰囲気は感じないので不安はありませんが、エラーや相手先発に球数投げさせたり粘りはあるので、捉えきれない課題は改善願いますということですね。明日はリーグ戦最終戦の最終観戦切り替えて応援に行きますということをお待ち申し上げております。ありがとうございます。ラバン99さんですが、実況お疲れ様でした、いろいろ残念な試合でした、選手たちも疲れがあるでしょうし気持ちの維持も大変だと思いますが、守備面でのミスが重なってしまうのは困ります、おっしゃる通りでございますね、ありがとうございます。達也さんですが、大前さん実況お疲れ様でした、エラー3つして序盤で4点ビハインドから終盤に1点差までよく追い上げたと思います、おっしゃる通りワゲスパック投手が復活してくれるとチームとしてはありがたいですよね、ありがたいよ本当にね。宮さんは現地だわ、ありがとうございます。お疲れ様ですということを現地の写真貼ってくださいましたね。田島くんが気の毒で見てられない時間もありましたが、まあ意地は見せた部分もありましたね。しかし岸投手は素晴らしいモチベーションの差、私は横山投手が、母の高校の後輩さんなんだよ、そうなんだ、宮崎なの、そうなの、ナイスピッチングしてくれて満足でしたということ、明日は勝ってくださいね、東京帰ります、 ありがとうございます、お疲れ様でございました。わざわざありがとうね。ノリックスさん、守備の乱れはありましたが後半よく追い上げました、ただ岸さんあと一押しあれば KO できたと思いますがということ、私はギボちゃんやムネ君の守備よりもコンちゃんの投球の方が心配でした、それは言えるね、はい心配です。バファセレさんは現地ですね、さすがに大事なところでエラーするのは論外です、呆れて言葉も出ません、すいません本当にもう、それでも最後までそう簡単には負けないところは優勝した経験かなと思いました。特にセデーニョが松井裕樹からソロを打ちました、ポストシーズンに向けてもっと調子上げていってほしいと思います、また明日ですということ。クースケどんぶりさんはミスがなければ勝ってたのにとブツブツ話しながら帰ってるところです、本当にありがとうございます、もうすいませんね本当にね、明日は絶対勝ちましょうということですね、はい。Cちゃんは今日も負け本、すいませんね連敗なんでね、今日は前半のエラーによる失点が痛かったですね、でも周平が2試合連続の複数安打、レオの久しぶりのホームランなど収穫はありました、そう収穫はあったんだよ、まあ、だからオープン戦みたいな感覚で収穫というところで、ね、収穫は収穫でちゃんと評価するべきだと僕は思いますけどもね、はい。陽一さんは負け方、大前さん実況お疲れ様でした、前半かなり厳しい試合展開でしたがやはりミスは流れが変わってしまいますね、田島くんは良かったと思います、僕も悪くないと思いますね、星野さんもそうおっしゃってました。もう1回あるならば CS 前に期待大ですということですね。横山くんは初登板おめでとうございます、こちらも今後に期待ですということ、良かったですね。それから
ユーミンパパさんです。いつもありがとうございます。負けるときってこんなもんですかね。でもバゲスパック投手の復調が良かった。球速も上がってるし、高めのまっすぐで三振が取れる。ポストシーズンの接戦時に起用できるほどになってほしいです。ということですね。はい、ありがとうございます。というところで、たくさんのメッセージを頂戴しておりますが、一部をご紹介してまいりました。まあ今日大体皆さん あのご意見はね、同じなんで、まあまあこんな感じかなという感じでございますね。まあ、若干たくさん出てしまった、ミスにはね、ちょっとね、お怒りモードの方もいらっしゃいますが、それでもまあまあ追い上げたしという感じじゃない。翼さんも現地の写真貼ってくださいました。明日以降にね、つながってくださいということで、今日残念でございましたね。はい、まあ、見どころは何度かあったんだけどね、今日はね。ということで、皆さん、まあ、悔しさを思い、抱きながらというところで、たくさんのメッセージを頂戴しました。あやさんも現地ありがとうございました。ね、たくさん頂戴して、はい、全部読ませて、いただいておりますんで、ありがとうございました。はい。というわけで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日は実況じゃございません。明後日また実況です。最近ちょっと負けてるか、ちょっと優勝実況で運を使い果たしてしまった大前なのかもしれませんが、明後日またノブさん、星野さんとのコンビでお送りしてまいります。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日勝つね、明日は。ね。明日勝ちましょう。